待ちなさい。あんた昨日の学級日誌適当に書いて帰ったでしょ。特になしって何なのよ。めんどくさ。たとえ世界に男がいなくなったとしても、こいつとだけはありえないわ。それはこっちのセリフだ。たとえ世界がひっくり返ってもお前とだけはありえない。二人とも結婚しなさい。は？今結婚しろと聞こえた気がしたんだが、何の言い裏、いや不調か。私たちまだ高校生よ。自分たちの果たせなかった思いを孫で成就させたい。結婚してくれるわよね。私たちのことクラスのみんなに言ったら殺すから。でもの罰的に、あず、結婚っていうのは自分の意思でやるものなのよ。学校で絡まれるだけでも面倒なのに、神経が持たないかもしれない。サイト君って変だよね。ぶっちゃけ鈍いよね。姿勢をお姫様抱っこすべき。でも好きとかそういうのじゃないから。全然違うから。クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。